もううまい。うわ。ということでですね、今回はですね、長芋のジャムブドウですね。前にね、僕長芋ステーキってのをやったことがあるんですけども、それをちょっとさらに改良したやつですね。モコモコにうまいです。はい、ということで今回はですね、長芋を最高に美味しいおつまみ、ご飯のお供でもいけるかな、そんな料理を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。最初紹介いきます。まずね、長芋250g ぐらいの長芋です。はい、これね、皮の部分でも洗ってあって、このまま使います。で、ベーコンがね 50g、 50から60g ぐらい用意していただければいいです。角切りのでもいいですし、あのなければ薄切りのでもいいです。はい、そしてニンニクが1かけ、バターが 10g、 他の調味料は概要欄書いてありますのでチェックしてみてください。ということで、長芋のシャーマンポテトを作る上で何が重要かと、やっぱね、つまみ寄りなんですね、やっぱり。で、つまみを作る上で何が一番重要かで、やっぱね、酒飲みの気持ちになるのが大事なんですよ。ということで、酒飲みの気持ちを理解するために自分が酒飲みになってきます。いくぞー。アルチューマシー1号。酒飲みの気持ちになっていきます。乾杯。うわー、なんでもできる。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、もう全部切っていきます。これはニンニクというものでございます。はい、まあ、芯があるんで芯はね取りましょう。これ、はい、焦げやすいだからもう、これはもうスライス。次、長芋ね。長芋ちょっとね、僕あの前切っちゃったんだけど、あのこれね、半月切りします。はい、1センチ幅ぐらいのこう感じでいきたいですね。これぐらいの感じですね。で、皮はね、ついたままで大丈夫。無駄な皮のあの向きとかやりたくないから、こうしよう。まあ、気になる方は取ってください。ベーコン、あ、ベーコンです。はい、ベーコンはね、やっぱジャーマンって言ったらベーコンとニンニクなんで、やっぱね、あのやっぱジャーマンにしたいじゃないですか、ジャーマンに。はい、あとはお手軽の料理なんで、もうこれで炒めていきます。オリーブオイルを、で、これでね、まずニンニク炒めます。これでね、ガーリックオイルを作る感じですね。シュワ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 ともう育成していきます。たまごっちみたいにね、ちょっと目を離すとね、死んでしまいますから。たまごっちですから、焦げちゃったらダメですからね、これね。はい、そしたら、ちょっと香りが出てきたら、ベーコン入れます。ベーコンは、ここで、ニンニクとともに炒めて。で、もう一方に、バター。バターをバターっと入れます。そしたら、あとはね、ここに長芋を入れていく。これがうまいんですよ。長芋はしっかり焼くことね。はい。しっかり焼きましょう。油をね、引いてね、しっかり焼きましょう。もうなんならもうこの、あのニンニクとかはもうね、ジャーマンの上に置いちゃっても大丈夫ですから。とにかく長芋を焼く。長芋焼きます。長芋はね、シャッキリとしつつもホクッとした感じを目指していきます。長芋がね、シャキッとしつつも熱が通ったところでホクッとする、この食感がいいんですよ。で、ここでですね、味付けしていきます。コンソメね、小さじ1弱です。小さじ1もいらない、これぐらいですね。はい、ちょっと、うん、小さじ1弱、これで大体の塩味つきます。で、まあちょっとひっくり返して、あー、いいですね。焼き色がついてきましたよ。ほら、もううまいよこれ。で、ここでね、もうこれはあの裏の面と同じように炒めていくんですけども、ここでね、こうな、あのジャーマンポテトなんですけども、ここでちょっと、小さじ半分の醤油、シャッと、これなんです。これがこの、さらにこの醤油の香り、香ばしくてね、香ばしいんです。そしてここにビッグブリー、もう思ってる、もう3倍、
思ってる3倍っていうのは、このチャンネル見られた人は思ってる量がどんどん上がっていくらしいから、ちょっとそれは気をつけてください、はい、僕が振ってるぐらいって言う、僕はいつも一般の人はこれぐらい振るんだろうなっていう感じを出してます。でこれでもこのままでも美味しいんですけど、最後にちょっとね今カラッとしちゃってるんで、お酒これ大さじ1杯入れてください。これで香り付け、全体的に味を絡まりやすくするっていう効果がありますから、まあ最高だー。ということで完成したので盛り付けていきます。はい、じゃあ盛り付けていきます。もう長芋ほっこほっこでね、うわ、醤油パスいきますか。あー美味しそうです。すまさすましょう。ということで長芋ちゃんです。ということでできましたのでいただきたいと思います。くーもうすいません、じゃあマッパで届くのビール。じゃあ今回はスーパーになっていきます。完璧。じゃあいただきますよ。うまっ。やっぱこれ好き俺。ホコホコの中にもシャリッと感がある。全然皮が気になんない。ウーマスターといっちゃいます。これ果たしてどうなってしまうのか。これは最高。ということで乾杯乾杯。さあそれいただきます。うまっ。めっちゃ斬新ですねこれ。これはこれで全然ジャガイモとはまた違った美味しさがあって、うん、違った美味しさあるでしょ、はい、でもこの味付けすごいでしょ。めっちゃいいですこれ。長芋のホクホクでもあり、ホクシャキって感じでしょ。そうです。あ、うめえこれ。まあ、調理工程も簡単だし、はい、材料も少ないし、でさっとできちゃうから。最高でしょ。今回の長芋ちゃんまぶたどうでしたでしょうか。これマジおすすめ。もう昔から作ってる、僕の初期の頃から、僕の初めてのレシピ本にも載ってるレシピなんで、マジでうまいですね。焼いた長芋をジャーマン風の味付けをして作るとこんなにうまいんだっていうのを皆さんにお届けしたい。しかもビールにももっちょこちょある。ということで皆さんぜひ食べてみてください。じゃあドイツ人、じゃあ俺がドイツ人になればいいんでしょ。どうやって、えグーデンターク。俺なんてもういつ炎上しても もうおかしくないんだから。もうよく炎上してねえなと思うよ本当にこの動画。